今回は小杉村編です。田場山村とともに山梨県の北鶴宮につる山間部の村になっております。北側は奥多摩町、南側は大月市、県道18号で田場山村と結ばれ、峠は標高1000メートル超え、南側は標高 600メートルの鶴峠を抜けて、上野原市へという形ですね。剣、えー、道やですね、えー、峠越えの松姫峠とか、えー、のエリアはかなり悪路となっております。えーまあ、現在この国道139号線はトンネルでね、大月市ともばれていますが。で、まあ、各、えー、参、まあ、部なので、標高1400から1600メートル、えー、東側1200、1300。 といった、えー、山合いで境目が結ばれております。国道139号線沿いに、えーまあ、集落がね、いくつか分布しているという形になっております。まあそこに道の駅だとかキャンプ場だとかが、まあ、点在しておいて、えー、奥多摩町や大月市へと、えー、結ばれているという、まあ、奥多摩と大月を結ぶ、えーまあ、中間地に位置する、えー、村になっております。 人口は600人程度、密度は11人程度、えー。JR 奥多摩駅から路線バスが運行されており、えー、生活圏は、田山村と同様、山梨県より、えー、東京都に属しているエリアとなっておりますね。当、えー、東村から上野原、大月方面を結ぶ、えー、通年運行バスが存在していなかった、ということ、形だったんですけれども、えー、松姫バイパスですね、えー、が開通したこともありまして、 えー、大月駅方面の発着のバスなんかも、えー、運行されているようになっということです。標高1500から1600メートルの山、山へで、えー、関東山地の山で、えー、各自治体の、まあえー、隣市町村のですね、えー、境目となっていると。 という形です。えー、当地を拠点とした、えー、土豪である、えー、小菅氏が、まあ、いたこともあって、この、まあ、村の由来となっているということですね。で、中学校が1校、えー、バス路線が奥多摩駅、大月中央病院、大月駅、猿橋駅を経由した、えー、路線。さらに上野原駅から、えー、ですね、 鶴峠を経由しまして、ね、えー、間乗り入れている、えー、バスなんかもあります。そういう面では、田場山村よりは、えー、一応ですね、山梨県に行き来できる、まあ、公共交通機関がある以上ですね、えー、まだですね、山梨県にも向いている、生活圏が向いているという形になりますかね。で、国道139号線が、えー、小杉村の中心道路。まあ、こ,こ、こ、この道路沿いに、 集落が点在しているという形になります。その他県道18号5百八号が通っており、道の駅小杉があります、えー。主な寺院として長崎観音堂だとかですね、えー、宝生寺があったりとかします。滝もね、えー、白糸の滝という、えー、小杉川を経て奥多摩川港に注ぐ紅葉の名所でもある、えー、観光スポットがあります。 また、玉源流温泉、小菅の湯なんかも、えー、観光名所としてあります。地図を紹介していきます。国道139号線沿いですね、えー、を中心としたあって、西側に、えー、白井戸の滝があると。で、県道18号線に、まあ、長坂観音堂とかあるエリア、えー、奈良倉山で大月市と結ばれてい、えー まあバイパスが開通するまでは松姫峠がですね。まあ現在は悪路としてありますけれどもね。でしかまあ大月市へはまあ行けなかったと。一応上野原は、えー、剣道で結ばれて。まあやっぱり東京の奥多摩町に依存していたという形ですね。まあしばらくはそうだったと。えー、トンネルが開通するまでですね。現在も ここで139号線の、えー、村役場周辺の、ま、集落が、まあ、主な、ですね。住宅エリア。で、長坂ののがあって、県道18号線。ここは上野原へ向かうルート。で、キャンプ場だとか多くありまして、で道の駅、小杉はここにあります。で、えー、南側には、松姫トンネルで、大月へもアクセスがしやすくなり、 公共交通機関は山梨県の大月や上野原へも、えー、行けるようになったという形ですね。はい、えー、ということで小杉村の紹介でした。